回お伝えするのはこちら。広島テレビが取り組む女性アスリートの健康支援プロジェクト、ウィーサポです。月経など女性特有の健康課題がアスリートに及ぼす影響を検証し、適切なサポートを提供します。このプロジェクトの一環で女子プロサッカーサンフレッチェ広島レジーナの選手たちが講習会を受けました。今月22日、選手たちはスポーツドクターの資格を持つ産婦人科医から、月経がアスリートのパフォーマンスに及ぼす影響などの講習を受け、女性の健康課題について考えました。テオロピルを飲むことによって改善する婦人科の病気はどれですか？1番、生理痛が良くなる。ピルを飲むと生理痛が良くなる。2、PMS。1から5全部聞きます。月経は月に1回来るものですし、そこともうまく付き合いながらケアだったりコンディショニング作りっていうのはまた徹底してやりたいなと思います。女性アスリートがコンディショニングをするには月経にまつわる症状を改善することが有効とのこと。そこで今回の講習会では、選手たちが月経に関する知識はもちろん、低用量ピルやホルモン製剤を使った月経コントロール方法まで様々なことを学びました。そんな月経に関する課題、アスリートたち取材しているとこんな課題が、悩みが見えてきました。例えば出血量が多くて練習を休む、大事な試合日と月経が重なってしまう、そしてオーバートレーニングによって無月経に陥るなど、近年月経のこういった悩みはアスリートのパフォーマンスに影響していることが分かっています。さらにこんなデータもあるんです。ワンタップスポーツというコンディション管理を行うサービスを利用しているアスリートを対象にしたアンケート、女性アスリートの実に8割が月経について困っていると回答しているんです。その中で井上さん、はい、どれぐらいの女性アスリートが婦人科を受診していると思いますか？困っている方の半分、4割ぐらいでしょうか？4割、はい、実はこんな数字なんです。婦人科受診経験のあるアスリート 11% なんですね。またこれ3年前のデータ、少し前のデータではあるんですが、コンディション管理を利用するより意識の高い方、感度の高い方が 11% はいと言っているので、それ以外の方、部活動をしている学生さんまで広げると、もしかしたら 11% よりも低いかもしれない。で、抵抗がある理由としては、どんな治療をするか分からず怖い、また恥ずかしいといった声もあります。永井先生、医師の視点からこの数字どうご覧になりますか？実はですね、以前婦人科の先生とタッグ組ってね、はい、講演会やったこともあるんですけども、PMS すなわち月経前症候群ですよね、は結構心療内科受診されるんですよ。心療内科の方メンタルに来るんですよ、しんどくてね。婦人科ではなく、まずそちらを、割と最近はその心療内科って敷居が低いですからね、ちょっとした相談ということでね、ちょっと心先生つらいんですけど、でじゃあいつ起こりますかって、いやいつも月経前なんですよということで、婦人科の先生と相談したりね、ということよくありますよ。そこで連携を取って、ね、PMS なんだなと分かったりするんですね。長瀬さん、少ないですよね。いや少ないですね、確かにね。はい、私も取材しているアスリートの中では、トップアスリートの選手であっても社会人になってから月経痛が重くなって、これどうしたらいいか分からない、不安なので一人で抱え込んでしまうっていう選手だったんです。おそらくね、これ PMS だということ分かってなくて、自分で何とかしようっていう方多いんじゃないかって気がするんですよね。そうですね、それがトップアスリートの方であっても、そういったことが起こっているという状況もあるんです。そんなアスリートの悩みに向き合ってきたのが、今回の講習会で講師を務めた野瀬さやか先生です。これまでオリンピック選手をはじめ多くのトップアスリートを見てきました。その野瀬先生が講習会の中で大事だと話していたのが、正しい知識を持つこと。この女性アスリートが正しい知識を持つことの意義についてインタビューしました。まず自分の体を今よりももっと正しく知るということは、やはりより高いパフォーマンスを目指す上で自分自身のコンディショニングにつながっていくと思います。あとは正常が分かっていて、普段から自分の体に関心をきちんと持っていれば、何かあった時に異常に気づきやすい。そのような正しい知識を得るために、普段からどういうことを女性アスリートがするのが大事なんですか？
まずは自分の体をきちんと把握するということが一番重要だと思います。選手だけじゃなくてスタッフや保護者も含めて一緒に知識をアップデート定期的にしながら、あとは相談しやすい環境づくりというのも周りも作っていく必要があると思います。正しい知識を持つこと、まずは自分を知るということ。永井先生、女性アスリートは体重制限などで無月経や月経不順のアスリートも多いです。そういった意味でもこういったことは大事になってきますよね。なかなかこれ女性しか分かりませんのでね、はい、本当に女性特有の、ね、まあ、悩みですよね。はい、私も取材しているアスリートの中には新体操の選手だったんですけれども、月経が来ない方が楽、競技する上では楽なので来なくていいじゃんっていう、もうピルを飲まずに体重制限によって来てない無月経の状態、でもそれって競技する上では楽だよねと言って婦人科を受診しない、今では後悔をされているそうなんですが、そういった正しい知識がないアスリートも中にはいらっしゃいます。なのでそういった知識を得ることによって早期に婦人科の病気を予防することも可能だと先生はおっしゃっていました。また正しい知識を得るということでは、森さん、周りの支え、男性指導者も多いアスリートの世界ですので、チーム全体で理解を深めていくこと大事ですよね。女性特有の問題ではあるんですけれども、はい、男性指導者も知識を得るのは必要ですし、はい、で何よりその女性のその専門の、まあ、これ余裕があればですけど、専門のスタッフ、コンディショニングスタッフっていうのを、はい、その団体の競技の中で配置するっていうのもこれ一つ手かもしれませんね。そうですね、中には男性指導者に直接言いづらいという方もいますから、こう女性間に入っていただける方をこう配置してチーム全体で取り組んでいくということが大事になってくるかもしれません。レジーナの講習会、こちらレジーナの講習会に関しては男性の指導者、後で録画などを見てチーム全体で知識を深めていくということです。そしてこれはアスリートだけの問題ではありません。一般女性に関しても正しい知識を持つということは大事になってきます。野瀬先生の講習会の言葉で印象的だったのがこちらです。競技人生はもちろんですが、競技を引退した後の人生も豊かにしてほしい。自分の体を守れるのは自分しかいません。最終的にはアスリートに限らず、一人一人の女性が自分自身の体を知って理解して正しい知識をアップデートしていくことが人生の質の向上にもつながっていきます。こうした教育、そして支援、広く女性たちの健康に役立てるため、広島テレビではこのウィーサポを推進していきます。以上、アナプレでした。